の教育者、社会運動家である。1944年、北海道岩内町に生まれる。2歳の時にかかった、結膜炎の治療ミスにより、視覚障害者となった。1952年、1年間の修学猶予を経て、小樽盲学校小学部入学。1961年、札幌盲学校高等部本科理療科入学。1964年、 大阪府立盲学校理業科専攻加入学。1966年、京都府立盲学校理業科専攻加入学。1966年、当時、視覚障害者にも門戸を開いていた数少ない大学の一つである、同志社大学を受験するが、不合格となる。一年間の浪人生活を経て、今度は、留国大学に入学願書を提出。 視覚障害者を受け入れる体制がないことを理由として一度は受験を断られたが、再度の頼み込みによって受験が許可され、合格。大学としては一切、協力しないという条件付きではあったが、文学部英米文学会の入学を果たした。1971年には、同大学修士課程に進学する。1973年、大阪府立天皇寺高等学校定時制の、 英語講師となり、日本で最初の全盲普通高校講師となった。1974年、龍谷大学大学院修士課程を修了する。1986年、13年間勤務した天王寺高校を退職し、大阪府総合福祉協会相談部門職員となる。2004年に同協会を定年退職したが、その後2年間嘱託職員として、 同協会に勤務した。1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災では、視覚障害者の被災者支援に尽力した。2012年、大阪障害者自立協会理事長、大阪府障害者施策推進協議会委員、DPI 日本会議日本会議副議長に就任する。2014年2月16日、人不全で死去。 69歳であった。ありがとうございます。